はい、ではマノチです。よろしくお願いします。グランプリ52回目やっていきましょう。はい、今回フォーマルカップに出たいと思います。うん、ギリギリね、ベースチーム9人以上いました。はい、6イニング5試合やりましょう。長いね、5試合は。強いな、相手怪物だって。それは松坂の入団会見見たんですけど、よかったですね。なんかちょっと待ってよ。よし、相変わらずキャッチャーの調子が悪いけど、あ、二人とも悪いよ。だったら中村の方かな。まあこんな感じでいっかな。うん、これでいきたいと思います。はい、まあちょっと今回糸井はお疲れ気味なんでお休みということで。ピッチャー、どうしよう。ヤクルトの選手出したいよね。なんかそのフォーマルカップだしさ、フォーマルカップ的なことはしたいですよね。これでいこうかな。うん、これでいきたいと思います。よし、あれ相手これさ、全員ソフトバンクの選手かな。かっこいい、ホークス魂だって。いいね。勝つよ。いや、松坂のさ会見見ててさ、まあ正直ね、そのやっぱりソフトバンクかっていう気持ちがあったのさ、俺の中では。松坂ソフトバンクかっていうのが、会見見て思ったけど、すごいかっこよかったな。なんか素直に応援したいなって思えるような喋り方をしてたと俺は思った、俺の中でね。うん、他の人知らないよ。俺はすごいかっこよく映ったね。ナイバーチ。すいませんね、まだちょっとまだね、ちょっとだけ風気味、ちょっとだけね、早く直しますね。バッターは2番に入って打った。いいね。あ、ちなみに監督からはマシンガン攻撃にしました。もうシンプルにね。バッターランナーは2塁到達。クリーンアップが登場します。ちょっとお任せで続いて行こう。打ちました。センターが取りました。ワンアウトランナー二塁になりました。打ちました。セッツ。いや、お任せで取れる間は取りたいけどね、もうちょっと取ってほしいかな。ツーアウトランナー、初球打ち、落ちろ、無理か。柳田が抑えてスリーアウトチェンジです。よし、勝つぞ。攻撃です。バッターは任せ。よく見極めました。バッターは2番に入った。盗塁だべ、分かってるよ。違ったわ。一塁はセーフ。助けて。早速ピンチ。右方向取って、ワンバウンドヒットになりました。ライト前ヒット。早速ピンチです。オッケー。本塁フォースアウト。オッケー。ダブルプレイ。うわ、危ない。危ない危ない。逃げ持っていった。ぐんぐん伸びる。逆転なるか。畜生。簡単に取られちゃったな。いや、まあまだね。まだ1点差なんで。全然ダメだ。全然ダメだ。
ちました。ショートうまくさばいて、よしセカンドホースアウト。いやピッチャー変えたくなるほどの出来だったな。まあもう1イニングいこう。2回表に入ります。打ちました。抜けろ。ライトに大きな打球、ライト打ちました。高いバウンド、ツーアウトになりました。打ちました、取りました、一塁アウトでスリーバントチェンジです。2回の裏ホークスの攻撃、頑張っていけるところまで行ってほしいな。インサイド打ちました、わずかに左に切れました。ファールボール、アウトコース打ちました。ショートが構えます。今宮が抑えています。ワンアウト、外れてフォアボール。ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。打ちました、ショートが取る、二塁間に合わないな。フォースアウト、足早いな。一塁と変わります。リプレイでご覧いただきましょう。打順は二球目打ちました、取れる、よかったよかった。3アウトです。リプレイでご覧いただきましょう。もう1イニングいけそうだな。3回の表、いやただここね判断誤るとね一気に持ってかれちゃうよね。まず追いつこう、追いつくことから始めよう。ライト方向を流しました。ライトバックバックバックする、ライト掴んでワンアウト。吉野ももう一本頼むわ。打ちました、うわ惜しい、ナバッチ。打球伸びている、伸びてレフト線を深く破るヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ここで監督からマシンガン攻撃が生きるはず。コンパクトでしょう。よし、フェアグラウンドに落ちた。同点のランナーが三塁を回った。セカンドランナー逆転したいな。バッターランナーは二塁まで進みました。欲は出るよね。抑えておきたかったんですがタイムリーを打たれてしまいました。ランナーグリエル、バッター内川だったら欲は出るよね。もう一回行こう。コンパクト、際どいがあっとフォアボールです。ホームランみたいな。黙りません。行くか行くか、強く振れ、プラスは取っとこう。フォアボールのランナーが出て二塁、無理だな。この当たりはどうか、掴んで3アウト、勝ち越しは許しませんでした。リプレイでご覧、これからいい勝負はしてるんじゃないですかね。ナピッチ超怖えよ。引っ張った、弾き返した打球はレフトへ。打ちました、いい打球だ、大きな打球になった。危ねえ危ねえ。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、2アウトランナー二塁。オール A なの能力、怖いね。よしよし、言っても2失点か。チャンスの場面、ここまでのハイライトです。ただねそのたまにフォアボールがね出るっていうのがね怖いんだよね。どうしようかな。2球目打ちました。でまあ迷ったら変えなんだけどね。ナイス、素晴らしい。今の投球小宮さんいかがですか。ちょっと打たせよう。外のボール打った、これはどうか。うわアウト、ワンアウトランナー二塁と変わっています。うわランナーを置いて迎えるバッター、もったいないことした。しっかり捉え
ピンチに強い人。ごめん、もう一枚だ、もう一枚ブルペン置いとくわ。抜けた、よし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 、もう1点、ここは抑えておきたかったんですがタイムリーを打たれてしまい、もう1点うわあ、ここはランナーを変えさせません。この回転ソフトバンクホークス4回裏、打ちました、いい打球だ、伸びていく、どうだ、入ればそのままスタンドに入るかな、完璧に止めました、はよ、ちょっと何つうかこう長い時間迷いすぎた。スワローズここバッターボックス打ちました、一塁送球アウト、ワンアウトです。引っ張った、高いバウンド、ショート前に来る、いや物にしたいな、ここまで来たら物にしたいな、打順はトップ、ナピッチ、スリーアウト、チェンジ、あと秋吉、五十嵐とかで終わらしたいかな。今ブルペン、このイニングで点取りたいな、場合によってはここが勝負だ、使ってでも取りに行きたい、見ていけ、ファブル、うわ、狙いは分かっていたはずです、ナイバッチ、高く上がった、これはどうか、真ん中を破りました、俺プラス持ってたよね、持ってたよね、これで厳しいコースには行ったんですが、持ってんね、使おう、いや絶対欲しい、絶対欲しいけど、さあここで迎えるバッターは DH 筒香、先ほど、いやどうしようどうしようどうしよう、甘い球来ないかな、来そうな気がするよ、フォアボールのランナーを出しました、結果はフォアボール、ピンチを広げました、うわ任せる、ああ、1点遠い、先ほどのプレーです、もうね右左考えるような相手でもないよ、もうその場しのぎで行きましょう、よし、やばい、破りました、センター前、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました、見事なバッティングでした、リプレイで、ナピッチ、センターへ持っていった、これは外野へ、抑えてスリーアウト、この回で取って五十嵐で抑えて勝つだね、チャンスメイクとか持ってない、梶谷持ってないか、本田は、いやわかんねえ、全部表示されないからな、加藤翔平でしょう、今
頼む。引っ張った。ああ一塁そのまま入ってアウト。打席には1番バッター中村。参ったな。梶谷。さあ同点の場面、ここはスワローズ持ち。つくれ打ちました。これはどうか。間に合う。くそ、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。打順初球打ち、松田が掴んで3アウトです。相川でしょう。うん、いいかな。他は大丈夫だね。いや1点でも取られたら終わりか。最後の攻撃、打席には6番バッター。打った、ショート取った、一塁へ。危ない、さっき打たれてるよ。頼む、踏まれ。変化球打った。よし、サードが抑えた。オッケー、ランナー二塁は変わらず。さあ一打サヨナラの場面、うちのボール打っていった。あー怖い。掴んでスリーアウト。サヨナラはなりませんでした。リプレイでご覧いただきましょう。これから7回ホークスに選手の交代がありました。いやもうぶっちゃけ ここでこの時点でここが勝負だ、使いたいぐらいだけどね。誰行こうかな。小川か。小川だな。もう一枚用意しとこう。この回で絶対点取る。今でも速攻使う。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。決めるよ、決めに行くよ。向こうも使ってきたの。よし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 。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ボールは中継。セカンド走れ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 。ナイバッチ。ホームイン。スワロー。ここは抑えておきたかった。まあ高橋由伸はね。打たれてしまいました。延長戦。よかったんじゃないですか、向こうに切り札使わせたし。バッターは3番グリエル。先ほどの打席。任せよ。ここでフォアボールを与えます。打席には勇気ないな、勇気ないわ。コンパクト、ライトへ。大丈夫、1点入る、1点入る。中継にボールが送られる。よし、サードランナーホームイン。ナイバッチ。リプレイでご覧いただきましょう。思いっきり思いっきり頼む。ホームラン出たらでかい。打ちました。あ、いいよいいよいいよ。ファーストランナーセカンドバッター三塁に向かう。これが今日の初ヒット。ツーアウトランナー三塁一塁。打順は6番秋山。MP 取っとこうか、守備に。何やるか分かんねえし。ジャストミート。やった。伸びる伸びて。いやけどまあ決まりではないからね、まだね。どうでしょう、守備もあるし。少し慎重になる。打ちました。
これが今日の初ヒット。インサイド落ちました。これはどうか。ポンダ。よし、守ろう。ソフトバンクホークス勝ちが決まったわけじゃないからね。守備交代。下手な人いないんだよね別にね。強いて言うなら内川を金子と変えるぐらい。変えておこうか。こんぐらいだよね。よし行こう、勝つぞ。スワローズバッターは本田。外の球打った、セカンドの左、間に合い。よしでかい、これはでかい。小川すごいね。小川がすごかったわ。な、簡単に終わらせたもんね。いやーよかった、勝つだ。強かった。何もこういう、まあ、続くのかい。強かったわ。いやよかった、なんとかなった。やりました、勝ちましたよ。よし、今回はここでやめようかな。いやー結構しんどい大会だね。なんかコメントによると、なんだっけ、エボリューションカップだっけ、エボリューションカップとかも結構きついらしいし、あとバブリーカップもきついだらしいし、あとなんだっけ、ジャパントーナメントだっけ、あれもきついんでしょ。いやー大変だね。いや面白くなってきたわ。うん、とりあえず今回なんとか勝てました。はい、次も頑張ります。はい、そんじゃ今回ここで終わります。バイバイ。